皆さんこんにちは。ただいまご紹介賜りました国民民主党参議院新馬勝也57歳、新馬7区でも主任は玉木新馬でございます。ありがとうございます。いや本当にね、平原候補さんここまで皆さんお支えいただいて、もう溢れんばかりの人がたくさん来ていただいて、本当幸せだなと、幸せです。本当幸せだと思います。見てください、この爽やかな顔、平田孝太を足して新馬風と足してあるとちょうどいいと思いますけど、今ね、本人厳しい選挙ですかね、菅政権厳しいさ、はい、厳しい選挙やる理由は国民納税者の皆さんが本当厳しい生活してるから、だから我々は厳しい選挙乗り切って、その1円5円10円の税金の重みを感じるから政治が本気になるんだね。実は玉木雄一郎も新馬風も最初は落選してるんですよ。玉木も私も落選からの人生です。でも平田孝太勝てよ、ずっと勝ち続けてるのはね、個人の身長ぐらいで、それ恵まれた人生さすがいいさ、最初からリードしてるから、地盤も看板も看板もある、平田も玉木も新馬も真っさらからだから、だけどそこに庶民の声が分かるわけでしょ、聞こえるわけでしょ、それが政治だよね。さっき玉木と電車降りて平田のこと言ってくれよったら、芝が頑張ってんすか、あいつも声ガラガラだって。玉木ともう一回確認したのは、玉木、新馬、この選挙はこの税金の政治を国のために使うのか国民のために使うのか、それを明確にしよう。自民党の裏側の問題を滑ったからなんかもういい、もうみんな分かってるから、ふざけるなっていうのは後で吠えるけどね。この国は4年連続で過去最高の税金取ってるんだよ。前年増減比で 26% も税金たくさん取ってるんだよ。国民は30年間給料上がってないんだよ。やっと去年我々が賃金を上げるぞ、家計大事だってやっと政府も覚えとして上げて、給料を上げるために弁護士とか会長と経団連と3人が何かやってくれたんだ。ありえないよね。玉木新馬がずっと岸田さんに頼んだんだから、それでやっとやってくれた岸田総理の所信表明の最初が給料を上げるって言ったんだよ。ざわついて国民民主党先生じゃないか、国民民主党3人が11人しかないから、その11人の議長から拍手が、よくパクってくれた、もっとパクってくれって。だって我々どんな悪口言ったって国民民主党17人しかいないんだよ。与党430人からいて、その後ろは財務官僚含めて60万人の公務員官僚がいるんだよ。その連中だよ、お前の会社はテレソだろって言ったって何も言うと聞いてくんないよ。いいことはいい、ダメなものはダメ、でも俺たちたった17人の成功だけど、批判をせずに対決者に対決して真剣勝負やってるんだろ、与党の国会に恵まれてるんだろ、数も力もあるんだろ、本気になってくれよと。だから税金を、取りすぎた税金を国民に返してくれよ。給料が上がると年金が上がるっていうのを最近うちの田舎のおじいちゃんばあちゃんやっと分かってきた。そういうことなのね、そういうことだよ。今まで国民民主党あんま好きじゃなかったの、和也君もそうだけど、なんでさ、年寄りのこと何も言わないから、若い世代や学生のこと回って言っておじいちゃんおばあちゃんのこと忘れてるのかな、和也君らしくないかな、ケビンの近所に住んでるばあちゃんに言われたよ。でもこれずっと言ったらごめんってね、ニコニコ持っていってケビンの餌持っていってくれたんだ。どうしたらおばあちゃんって言ったら、あんた現役世代が消えればなって年金のためだったねって言ったら、そうなんだおばあちゃん、俺たちおばあちゃんを幸せにしたいから、今現役世代がね折れそうなんだよ。おばあちゃん、ばあちゃんの頃は高度経済成長で電子レンジだ、ビデオだ、カラーテレビだって生活良くなったでしょ。30年間今の現役給料上がってないから、おばあちゃんの年金上がらないんだよ。今 学生さんいるでしょ、一人300万円借金して学校行ってんだよって、ええー、だどうやって返すのって、サラリーマンになって50歳まで返すんだって、そりゃいかんねえ和也君。みんな先輩たち大学行ってないかもしれないけど、ヒル感覚でどんな俺は保守政治家だなって言ってる新しい政治家もあるけど、そんなシャウトする保守党じゃなくて、あの保守の人じゃなくて、
普通の日本人はね、分かってるんだよ。どこに答えがあるか、それは真ん中です。ただその政治がなくなって、野党はどんどん左に行って、選挙に勝つためだったら共産党と思う、右はどんどん右に行って、選挙に勝つ、野党に勝つためだったらどんどん宗教団体とも手を組む。そうじゃないよね。みんなこれ真面目に生きてるよね。だから我々は馬鹿正直に103枚の壁を178万枚上げて、ここまで思いっきり働けるよね。ハートさんのお母さん、お父さんも、学生君たちも、103万じゃなく170万まで思いっきり働きたい人は働いて、お金稼いでくれ、家計回してくれ、学費に回してくれ。だけど、なぜずっと10年間、30年間、103万なのっていうことを言ってるの。最低賃金は、最低生きていくための保障する時給だよね。これがないと生きていないから、厚生労働省に我々が103万円の最低賃金と決めるんだよ。連合も厚生労働省もこれには厳しい。これが30年前611円だったのが1055円まで、611円が30年間で1055円まで最低賃金上がりました。つまりは30年前611円地球上だったのが今1050円ないと、憲法25条にある最低限の文化的な健康的な生活ができないというでしょう。にもかかわらず、もう一つの生きていくためのコスト、所得税と基礎控除がね、これ103万円以下だと生きていけないから、生きていく最低限のコストを103万円には課税をしないっていう国のルールなんだ。それが30年間ずっと一緒。物価が上がる、ガソリン代上がる、電気代上がる、税金上がる、社会保障料上がるのに、なんで働く上限がずっと止まってんの。働きたいけど働けない、物価が上がってるけど100万3万円まで、学生にとっては深刻だよ。104万働いちゃったら親の扶助を払い始めて税金払いって言いました。だから最低賃金が 1.73 倍まで上がったんだな。この基礎控除も 1.3 倍上げて178万まで働ける人は働かせてあげるよ。みんな働きたくてお金欲しいんだから、それをずっと言ってんの。ちょっとこの間ね、国会のエレベーターで自民党の国会議員が、すいません、すいません、何言ったの、あの178万いいな、いいならやってくれよって、俺たち気がつかなかったよ。気がつかないんですよ。だって最低賃金とか103万円の基礎控除の中で生活してる子供もいないんだから、みんな恵まれてるんだから、それはいいことだよ。だけど上ばっかりないでさ、地面で歩いてる学生や若い人やサラリーマン、サラリーマン見てよ。ガソリン税もそうだよ。50年間このね、基礎控除30年ついてるから、ガソリン税なんて50年前に暫定税率くっつけて、ガソリンに25円10銭の50年前まで車乗れる人なんて金持ちだから、金持ちしかガソリンがないんだから、その金持ちにリッターあたり25円のいわゆる暫定税乗っけて、ちょっとお金を多めにもらって、まだ当時砂利道だった田舎の道を舗装しようって発想だ。ただね、ガソリンで今 53.8 円だよ、1リットルあたりで。買ってもないこのガソリン税にご丁寧に私の分もかけるから、ガソリンが一体180円と言ってるけど、これガソリンが誰だよ。そのうち 53.8 円かける商品でガソリン税買ってねえぜ。なんでこの商品でかけんだよ。吸収に9兆円かけるの。50年間ずっとやってんだよ。こんなゾンビみたいな税制を、だから我々は正論パンチなんだよ。税金は財務省あるいは与党の政治家のことじゃない、皆さんのものです。だから取り過ぎた税金を皆さんに返していく、当たり前のことでしょ。この国の GDP の6割強は個人消費だから、誤解をせずによ。安倍晋三さんは安倍晋三さんで、なんとかこの国の経済を良くしようと思ったね、当たり前だ、あれだけ長期政権やったんだから、あの人は財務省と戦ってるんですよ。だから2年おきに選挙やって財務省を黙らせたんだ。それくらい財務省っていろんな知恵や力を持ってるんですよ。時として政治家以上に、玉木財務省出身でそこと戦ってんだから、あれ偉いな、大したもんだよ。でこれでね、財務省がちゃんとやってるけど、
集めた税金の使われまで働いて税金を払ってるかの論理で政治やってくれって話。この30年50年こびりついたこのゾンビのような税制、ゾンビのような仕組み、何回でもいいよ、ゾンビのような、石丸さん聞いて、ゾンビのような、これをね、やっぱり打ち破らなきゃいけないんだ。そうでしょ。でこの結果1円5円10円の重みの分かってない行政のその末路が3000万円の裏金になる。ただのみんなで、まあ厳しいから腐り切ったっつったけど、腐り切ったらちょっとダメだよ、下品な言葉は相当悪党なんだよ、ね、相当悪い説明になっちゃったの。みんな初当選は広田公邸新馬鹿人みたいに純粋だったんだよ。ところがずっと集めた税金を使うまで政務官、副大臣、大臣になりたいから、どん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 染まっていくんだよね。だって我々がさ、腹すかしたじいちゃんばあちゃんや学生が100円のおにぎり万引きしたらコンビニで捕まるんだよ。みんな税金真面目に払ってるよね。1円の節税もできないよね。だけど税制を作って国会議員になってる与党の政治家が3000万円入れて1000円入れて音が目指して今度また公認されてるよ。おかしいよね。私はね、皆さんじゃなくて自民党を応援しているこの町にも支援者いっぱいいると思う。自民党中央にもいると思う。その方々に本当この国に対する愛を込めて言いたい。怒ってくれよ、ガッツ入れてくれよ。このネット見てる自民党の国会議員も絶対によ、お前らしっかりやってくれよ。自民党がしっかりしてもらわないと困るんだよ。俺たち全員当選したって42人だ。そんないかねえよ。12人いくか13人いくか必死になってる。だけどあんたたち絶対これから過半数取るんだろ、公明党と。あんた方がしっかりしてもらわないとこの国ダメになる。腐ってるぞ本当に。で平田公太が言ってたよ。皆さんね、周りに自民党応援してる人絶対、自民党応援してる人は自民党が好きじゃなくて日本が好きなんだ。日本を愛する人だったらみんなしてこの巨大与党に勝つといるよ。そして批判をしてない。対決より対決。作るは正しい答えだ。人づくりは国づくり。それを一生懸命訴えてる、たった17人の国民民主党がいるじゃないか。今度一回、国民民主党を応援して、平田公太を応援して、自民党を耳痩せよ。かつて耳痩せるんじゃないよ。本当のことを言って、真心の政治やって、国民って動くんだ。納税者って分かってくれるんだ。国民民主党でこの国の目覚まし時計を押そう。皆さんどうか、広田さんはね、真っ青だ。よく政治がね、悪い間でね、退路を立ってやりますって言うけど、退路立つもんじゃないよ。退路立てないもん。いや、これでいいんだよ。みんな国会議員、中央議員に挑戦できます。普通の感覚の人は政治やんなきゃダメなんだから。選挙の前に、もうしばらくね、国へ帰れないから、ケビン君の餌いっぱい取って、近所のおじちゃんおばちゃんに、ちょっと留守するけど、頼むねって言ったら、ちょうどね、おばちゃん帰ってきて、スーパーのレジ袋いっぱい持ってた。お惣菜にね、30% 引き、10% 引きって書いてあった。食っときたね。みんなそうでしょ。40を超えれば 10% 引きになる。60超えたら 30% 引きになる。それは新鮮な惣菜、定価で買いたい人もいるかもしれないよ。田舎の町はもさ、都会の人もそうかもしれないけど、限られた年金や給料で、みんな苦しんでるよね。クーポン券切った、チラシも入ってない。5円、10円節約してみんな来てるよね。これが政治だよね。この気持ち忘れたら、政治終わるよ。それは馬鹿正直にやってるのが、国民民主党だから。最後に、玉木とちょっと口論になってね、玉木ね、お前難しすぎるんだよ、ブラケットクリームとかね、イールドカーブコントロールとか、スタッフレーション、スタッフレーションとか、シーバーさんどうせビールホッピー入る人か、知らない人とか、そしたらね、さっきの103万円、あのさ、1.73 倍じゃなくて、丸めて 1.8 倍の方がシャリらしいんじゃないですか。あと178万じゃなくて、180万の方が
演説しやすいんだよねって言ったら、新馬さん、それ違うと思う。だから 1.73 倍で、103倍で 1.73 倍は178万なんだよ。だからそれ演説 しにくいじゃなくて、新馬さん、もう一回原点変えろ。国民どうせわからないっていっぱい政治家持ってるけど、絶対わかる。その一円コインが大事だから。一見政治家がしゃべりにいいかもしれないけど、正直 1.73 倍と178万と言おう。だってその1円5円10円にみんな真剣になってるから、政策を作る我々がお金丸見ちゃダメだろ。 1.73 倍の178万円って今日平田ポーターのところも言ってねって。分かりました。ますます玉木好きだったね。私はね、玉木より政治経験10年多い国会議員、年は玉木の方がいい、私に若いよ。だけどね、玉木が俺の親分だよ。いろんな人が玉木から離れていった、京都の人とか。だけどね、それはいろんな事情があるんだ。ね、それはそれで頑張ってね、遠さん。そして頑張ればいいよ。でもやっぱり一見維新入っちゃったね。まあそれ置いといて、思い出したくないな。私はね、主には玉木一郎だから、最後まで玉木支えるよ。その理由は玉木のためじゃなくて、玉木を信じる多くの仲間がいるから、そしてここにもいるから、皆さん平田校長にご支援賜ると同時に、2枚目の投票筆頭表紙には略さず国民民主党とぜひご記入賜りますように心からお願い申し上げまして、玉木雄一郎になりきりまして、心からの大統領演説に変えたいと思います。ありがとうございました。